ローヌ氷河は、スイスアルプスに存在する氷河の一つである。ローヌ川の水源でもあり、スイスバレー州の西端にある、レマン湖の主要な水源となっている。氷河は、古河峠に近く、周辺に道路などが整備されているため、簡単に近づくことができる。ローヌ氷河は、ウルナアルプス山脈で最大の氷河である。氷河の南には、ローヌ川の水源もある。ドリーとリフトリーミーは、 トリフト氷河に接続している。氷河はグリムゼル峠と古カ峠の間に位置し、バレー州の北端でオーバーバルトの一部でもある。ダンマシュトックは氷河の上にある最も高い山である。ローヌ氷河の移り変わり。縦軸、高低差横軸、年緑線、1879年からの体積量、赤線、1年の移り変わりローヌ氷河は、 古くから近づくのが容易であったため、19世紀以来、氷河の様子が記録されてきた。この記録によれば、ローヌ氷河は交代中であり、この120年間で1300メートルも短くなったことがわかっている。なお、氷河がなくなった場所には、氷河が削り取って、氷の中に含まれていたモレーンが残されている。ありがとうございます。